ウィム・クロウェル・ウィム・クロウェルは、オランダのグラフィックデザイナー、初体デザイナーである。オランダ及び、欧州のグラフィックデザインーにおいて、最も重要なデザイナーの一人と言われる。クロウェルは、はじめぐろう人間で絵画を学び、後に、アムステルダムに移って、イベの美術学校の野学コースを受講しながら、芸術家グループ、クリエイティに参加する。1952年。 デザイナーであるディック・エルフェルスと共に展示会の構成を行う事務所を設立。大きな仕事としては、スイスのグラフィックデザイナー、ジェラール・イフェルト写真家、エアンスト・シャイデッガーと共に手掛けた、欧州の戦災復興を扱った大規模な展示会の設計がある。1956年には、インテリアデザイナーのコーリアン・レト事務所を設立。こうして、クローェルは、 立体物の分野からデザインの世界に入ってゆくこととなった。関わった二つのデザイン組織はいずれも文化施設や私、企業をクライアントにしており、美術館や博物館を相手に仕事をすることも多かった。クロウェルとアイントホーフェンのファンアッベ美術館の長期にわたるコラボレーションは、この時期に始まったものである。同美術館の館長エビデオウィルでは、積極的に、 クロウェルを評価し、仕事には、デザインの自由が保障されていた。1963年、クロウェルは、ベンのビッシング、フリゾ、クラマー、ポール・シュバルツ及びディック・シュバルツと共に、デザイン事務所トータルデザインを立ち上げる。この事務所は、多くの大企業を相手にコーポーレートアイデンティティや、サインシステムのデザインを行い、設立以来数十年間、 オランダのグラフィックデザイン界に多大な影響を与え続けている。クライアントにはポスターやカタログのデザインを手掛けているアムステルダム市立美術館などの一級の文化施設も含まれる。同事務所はグラフィックデザイナーの教育の場としてもオランダのみならず欧州中から高い評価を受けている。クロウェルは常に教育にも関わっており、 アムステルダム及びデンボスの美術大学、デルフト工科大学、ロンドンのロイヤルカレッジオブアート、ロッテルダムのエラスムス大学で教壇に立っている。1985年から1993年にかけて、ロッテルダムのボイマンスファンベイ人間美術館館長を務めた。2007年には、タイトルと同名の書体を題材にしたゲイリ ハストーイット監督のドキュメンタリー映画ヘルベチカに出演した。多くの書体をデザインしているが、1967年のニューアルファベットがおそらくよく知られている。これは直行グリッドを用いた極めて抽象的な書体である。コンピュータの画面や液晶での可読性を高めるべく設計されていると言われるが、1967年の 発表当初はあくまで印刷媒体を離れた実験的な書体としてデザインしたもので実際的な可読性を念頭に置いていたものではなかった。当初は投函しされていたものの80年代後半になってイギリスの音楽界などから注目され始め当人は逆にやや当惑したと語っている。この書体はロックバンドジョイディビジョンのアルバム サブスタンスのカバーに用いられている。作品の一部は、英語版、ウィキペディアの本項目で見ることができる。などなど、グラフィックデザイナービムクルーバルパストアウェイ。テラーレポート、https、www.terrareport.com、ニュース、2019から09から19、グラフィックデザイナービムクルーバル 2890%29 パストアウェイ。 SJV5DKWPB HTML2019 年9月21日閲覧映画ヘルベチカでの発言ありがとうございます